では本日の特集に入ります。本日は先週に引き続きまして、日本弁護士連合会が出しております被疑者ノート、こちらについてね、さらに詳しく扱っていきたいと思います。先週はね、はい、被疑者のノートの意味というところですね、はい、このノートがどんな本当に役割を果たすのか、どういう意義があるのかというのをまずポイントというところでね、お話しいただきました、はい、まあね、こういうことで、書いてある通りですけれども、はい、そうですね、はい、ね、自分と外圧に負けないようにっていう、ことですごく意味があるんだ、ね、ということなんで、まあ、実際裁判資料にもなるというところでね、はい、だから万が一皆さんの知り合いが逮捕されたらすぐに、はい、これを入手して差し入れるか、はい、弁護士先生にね、言ってこれ入れてもらえますかとかって聞いて教えてもらうこと、はい、これを知ってるかどうかがすごくでかいし、最初の3日間が大事ですので、そうですね、はい、冤罪だろうが実際に本当に犯罪やってたらだろうがでね、はい、いずれにも役に立ちますのでね、ぜひ覚えておいていただきたいんですが、はい、はい、で早いページにこれがあるんですよね、はい、これがね、もう入ってすぐですね、目次があってすぐのところにね、はい、もう見開きであるんですけれども、僕はこれ見た時にね、すごいなと思ったんですよ、はい、まず見開きで、はい、逮捕のまでの流れが全部わかるじゃないですか、うん、これね、小さいんですけれども、ここに身体拘束と刑事手続きの流れというふうにね、タイトルとしては書いてあります。ちょっと読みますと、あなたが身体拘束を受けてからの刑事手続きの流れを説明しますので、下の説明文を参考にしてください。また下の表にあなたの接見状況などを書くための空欄がありますので記入してくださいというので、記入をする場所がね、1日目からずっとあるんですよね、はい、やっぱり一番逮捕されて、まあ、ベテランなら別にベテランって言い方おかしいですね、まあ、何度もやって何度も逮捕されたことある人は別として、はい、何日間入るのか、自分がどうなっていくかがわからないってことが一番不安なんですよね、普通知らないですね、普通知らないですよね特に冤罪だったらますます知らないですね、ますますわからないですね、はい、やってれば、はい、いつか捕まるなと思って準備するかもしれませんけれども、はい、そうですね、はい、まあ、基本逮捕は突然やってきますから、はい、そうですね、特に冤罪であればそうですよね、はい、でこれ見た時にすごくうまくできてるなと思ったんですよ、はい、まずこういう縦に順番がありますよね、はい、逮捕、拘留、逮捕で1日目、2日目、3日目、はい、そしてその後拘留で、ここでまた拘留10日ですがって説明ありますよね、はい、なるほど、はい、はい、ということはこれで、まあ、3日間まず拘留されるんだってことが分かりますよね、ここで3日間調べられた後、まあ、罪がないよということになれば釈放されることもあるんですよ、ね、可能性もあるということですね、でここで、はい、検察官に送致っていうんですけど、検察側に1回送るかどうかってことが決まるんで、はい、よくニュースで逮捕しましたって言った後、はい、2日後ぐらいに送致しましたってこう移動してるシーンがテレビで出ることあると思うんですけど、それは検察側に連れて行って1回調べられてる、はい、これがまあ1日で行く場合、2日で行く場合、うんうんうん、まあ、一般的には23日間有効に使うんで、はい、検察としては、はい、だから3日間で、あっというとここ終わったなと思うわけですよ、うんうん、で検察に移動した時に、あ、はい、ここに移ったんだなと思うわけですよ、うん、この拘留という段階に入ったなというところ、ね、ことが分かりますよね、はい、で、まあ、取り調べがあって 1,2,3 と、うん、あ、10日間まで行くんだと、うん、でここで拘留延長っていうのがあって、はい、本来そこで出すってことになるんですよ。これちょっと見せていただきましょうね。はい、まず今のね、ちょっとおさらいです。逮捕されてから最大72時間、これ最大なんですね。はい、72時間身体を拘束されると。そして釈放されずに検察に送られた場合に、この拘留延長、拘留、ごめんなさい、拘留に入るわけですね。はい。あ、これ拘留の項が違いますね。はい、で、裁判官がやむを得ない理由があると判断した時はさらに10日間が認められると、で大体出すと認められるんですよ。なるほど。で時にこの時に10日間の間に拘留理由開示請求といって、公開の場で、裁判所でこの拘留はいらないですということを弁護側が言うと、はい、まあ我々も1回やりましたけども、はい、それなんでやったかっていうと、あの実質的にはほとんど無理なんですよ。なるほど。だけど法廷に被告人が出るので、うん、でそこにあの支援者や家族が座れるんで、はい、一瞬出てきてから座るまでの間の何秒間とか、はい、終わった後立って何秒間か顔が見れるんですよ、うん、
でそこで元気いいとかね、ほんの一瞬ですけど、顔が見れるっていうことで、こう被疑者がね勇気づけられたりするっていう、まあメリットもあって、事実上は何も変わらないんですけど、だからそこで弁護士がしょっちゅう接見行ってるんであれば、まあ問題はないのかもしれませんけれど、まあそういうケースもあるってことです。なるほどね。でそれが分かりますよね。はい、そうですね。でここでもう一回検察官のところ行って、裁判所行って、はい、結局また10日間、これが勾留延長という期間ですね。延長ですね、これですね、はいはい、で結局20日間、でほとんど最後までやります。だトータル逮捕から入れると23日間勾留され、それが書いていくんで、あと何日って分かるじゃないですか、はい、そうですね、埋まっていきますからね。埋まっていきますから、はいはい、で何があったかってことが分かるんで、でその後どうなるかもここに書いてあるわけですよね。なるほど。ここに小さい字なんですけど、釈放とかそうじゃなければ起訴されるとか、はい、裁判になるとかっていうこともね、全部手順が書かれてるんですね。で大体まあ、はい、この辺で決まってくるわけですよね、はい、でもし自白の強要っていうのもあって、はい、お前やったと言えとか、はい、こういろいろ脅されるときに、あと何日耐えればいいんだっていう場合もあるわけですよ、冤罪の場合は。大事ですよね。はい。で逆に悪く利用するなら白切ると、嘘を突き通すのもあと何日だっていうこともあるわけですよね、はい、あの黙秘権っていうのがね、はい、あったりしますよね、はい、で黙秘しますと言ってもあと何日間かって数えていくことができるという、そうですね、それはすごく大事ですね、はい、でまあ仮にやったとしてて、はい、自分も喋ってるっていう時に、ああこうなっていくんだなとかっていう時に分かるじゃないですか、はい、そうですね。でこの全体の流れがね、はい、この図で全部で両面で分かるっていうのはこの図なんで、はい、これはすごくあの大きい図というか、う、ね、励ましにもなるし事実にもあるし、はい、ね、でその中もねまた後ほど細かく 何が書いてあるかっていうのを扱いたいと思うんですけども、そうですね、はい、これがすごいなと思いますね、はいはい、ではい、全体として、はい、まあ、目次ですよね。そうですね、どんなことが書かれているのかというのが実は1ページめくるとすぐにずらっとあるんですけれども、はい、それがこちらね、はい、あります。だからまず一番目次の次がこれですよね。そうですね、この身体拘束と刑事手続きの流れというのが見開きであって、その後取り調べに向けての大切なアドバイスというのがずらっとね、はい、そうですね、これがあの読んだ時に、はい、この3番とはちょっと説明がより詳しく、はい、なるほどなっていたので、はい、これを読むだけで、心構えですから、はい、しっかりとで書き方も書いてあるんですね、このノートの、はい、あ、なるほど、はい、そのノートの使い方やその石鹸との大事さとかっていうことがね、はい、ずらっとありますね、はい、特にこのね、弁護人との石鹸のこととか、はい、取り調べを受ける心構え、で一番ね今後どうなるかがわからないのが不安ですから、 そうですよね、そのことがまず書かれていて、はいはい、で、弁護人とちゃんと接見しましょうよってことが書かれていて、はい、あとは自分で一人で耐えなくちゃいけない場合もあるので、はい、心構えがあって、はい、さあ被疑者ノートを書きましょうよっていう内容になって、はい、書き方というのがあって、書き方もね具体的にこう事例があるんですよね。あ、ちゃんと例までついてるんですね。あって、全部あの、はい、ひらがな、あ、じゃないや、フリーがな、が振ってあって、書いてあるので、まあ、日本人の場合ね、すごくいいですよね。そうですね、まあ、ちょっと外国の方で読めない場合はね、はい、難しいんですけれども、はい、だったらもうノートは入れて英文で全部書いておいて、こういうこと書くんだよって言ってあげるってことに、はい、そうですね、はい、なっちゃうかもしれませんが、大事なのが全ての記録にサインをしておくってことは大変証拠になりますんで、なるほど、そのサインがあれば証拠になる、証拠になってきたと、ね、いつ書いたかわからないじゃないですか、はい、日付が違うと、で、あの見開きでできてますんで、それを書いていく、その書き方が、はい、事例が書いてあると、はい、もうこれを読むだけでもかなり、かなり、ね、肝紛れますしね、はい、落ち着きますよね。だから弁護士さんが、当番弁護士さんが来ますけれども、はい、15分ぐらいの話で初対面の人で逮捕されてびっくりしてる状態で、はい、頭に入るかっていうと入らないですよね、はい、でしかもですね、今言いました、さっきの逮捕されて勾留されて勾留延長でとかってこう畳みかけるように言われても分かんないですよね。分からないですよね。何勾留延長って何とか言ってる間に15分終わっちゃいますもんね。終わっちゃいますね、はい、でこれが入ると、冷静に、読めるんで、そうですね、だから一応ね弁護士さんが入れる形になってるわけですよね、はい、なの で、ね、弁護士さんが、まあ、はい、今後、そのまま国選なり、はい、弁護士さん引きかどうか分かりませんけれども、これがあることですごく
プラスになるっていうことですよね。はい、でいろんな法律的なことも書いてありますし、何でもできるメモ欄とかがあるということで、とてもいい作り、まあもっと改善点はあるんでしょうけれども、要は逮捕された人が困ることについて網羅されているのがこの被疑者ノートという扱いになってますね。はい、分かりました。もうこれはね、ぜひ詳しく皆さんにもご紹介していただきたいので、来週からも引き続き扱っていきます。この番組についてのご意見ご感想がございましたら、メールアドレス info@trueangle.net までどしどしお寄せください。本当楽しみですね。ちょっとこの中身をねご紹介していって、皆さんが安心していただけると思うとね。そうですね、はい、だから最初こういうことがこれがあることもね、知らないじゃないですか。そうですよね、ほとんどの方がご存じないと思います。ぜひ本当はメディアなんかでもね紹介してほしいですよね。そうですね、どん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 。で逆に言うと警察側からするとこれがない方がやりやすい、あ、なるほど、現実もありますよね。それでもしかしたら紹介されてないんでしょうかね。まあその辺はね、やっぱり啓蒙不足っていう要素はあると思いますよね。そうですね、まあ、逮捕される人の方が少ないじゃないですか。でも冤罪だってね、今本当に誰がいつ会うかわからないので、はい、ぜひね、こういうことをこれから私たちもですけれども、はい、紹介していきたいなというふうに思います。では来週の日曜日この番組でお会いしましょう。ごきげんよう。